それでは続きまして、戦争させない選任委員会、呼びかけ人のお一人でもあります、軍事評論家前田哲夫さん、よろしくお願いします。先週の木曜日も私はこの場に立っていました。それを上回る今日は数の一つが国会を好意とまではいけませんが、とも会館を覆っている、これを続けていかなければならないと思います。先週から審議が始まりましたが、ご承知の通り、あの低たらくです。ずっと入ってないのよ。途中で切れてまた入って棒立ち、絶句、さらに一人でベラベラ何分も喋りまくって質問させない、このような法案、今回これが通れば日本の戦後は終わり、新たな戦前になることは間違いありません。これまで私たちは残念ながらこの憲法の下でいろんな敗北をしてきました。60年安保もそうですし、 PKO 協力法もそうですし、周辺事態法もそうですし、ある意味では憲法の下の敗北の歴史であったかもしれません。ですがその中から教訓をつかみましたし、その中で精一杯戦って何か残ってきました。今度敗れたら何も残りません。もうそこまで追い詰められてきた、そこで何をするか問われています。それを私たち院内でも議員は一生懸命毎日頑張る、院外で我々がこのように国会を取り囲み、国会議員に声を届かせ彼らを励ます、あるいは彼らをくじけさす、そのような戦いを毎日続けなければならないと思います。そのような戦いがこの国会を完全に包囲してしまえば、60年安保の時の最大の数は岩波の近代史年表によれば17万人だそうです。でも今日もう千数百人が集まってるんだから、あと100倍です。すれば安倍内閣は間違いなく倒れます。そこへ向けてぜひ奮闘しようではありませんか。ありがとうございます。続きまして、戦争する国づくりストップ、憲法を守り生かす共同センターから、笠井さん。皆さんこんにちは。総がかり行動に結集する3団体の一つ、憲法共同センター新日本維新の会の笠井君雄です。今女性たち立ち上がってます、怒ってます。ここに駆けつけた皆さんと同じ思いです。何かせずにはいられない、子どもたちや孫たちを戦争には絶対に送らない、各地でレッドアクションを起こしています。赤いものを身につけ、これは安倍政権にレッドカードという意味です。戦争法廃案にと連日各地で宣伝を行っています。高校生がこれは自分たちのことだと一緒になってチラシを配る、そして戦争体験者が私も喋らせてくれとマイクを握る、そして我が家に上りを立てて反対の意思表示をする、みんなが自分はこれを食い止めるために何ができるかと真剣に考え行動し、地元選出の国会議員や安倍首相にこういうビッグなレッドカードを今送りつけています。この国会での論戦が始まって街でも変化が起きています。安倍首相の決めつけ、すり替え、ごまかしにみんな怒っています。アメリカの戦争に巻き込まれると語る人、戦争法の危険な
正体が見えてきています。非戦闘地域でなく戦闘地域に派兵するのにリスクは増大しないなど誰にも分かる嘘です。後方支援は武力行使ではないなど世界では通用しません。兵站は軍事目標とされる劣気とした戦争です。アメリカの無法な戦争に一度も反対したことのないそんな日本政府が巻き込まれないと言っても誰が信じるでしょうか。自民党が急遽チラシで国民の命と平和な暮らしを守る戦争に巻き込まれることも徴兵制も決してないと宣伝し始めたそうです。私たちの活動が効いてきた証です。嘘に嘘を重ねるしかないまでに彼らを追い込んでいるのは私たちの声と運動です。戦後日本の在り方を根本から変える憲法違反の法案を国民多数の反対を無視して押し通すことなど絶対に許されません。6月20日には女の兵は第2弾で国会を包囲します。草の根からの行動と共同を広げに広げ必ず戦争法案廃案に追い込みましょう。ご一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。この、国会審議、この空転し続ける国会審議でありますけれども進む中で、院内でも頑張っていらっしゃる、この国会議員の皆さんも駆けつけてくださっています。まず、日本共産党の大平、義信さん、衆議院議員よろしくお願いします。お集まりの皆さんこんばんは。ご紹介をいただきました日本共産党衆議院議員の大平義信です。中国ブロック選出、広島県の出身です。戦後最悪の政権、安倍内閣による戦後最悪の憲法破壊の企み、この平和安全法制は日本の平和とも国民の安全とも全く無縁の文字通り戦争法案であり、こんな憲法違反の法案は廃案に追い込むしかない。私たちもそのために全力で頑張り抜く決意をまず最初に心から申し上げたいと思います。共に頑張りましょう。今度の法案はアメリカが行う武力行動に日本の自衛隊が軍事支援をしていく、その内容も活動範囲も大きく拡大し、殺し殺されるリスクが増大してしまいます。内容という点では兵站活動そのもの、これまでは給水や給油の活動だったにとどまっていましたが、それに加えて武器の輸送や弾薬の提供、そして出撃準備中の戦闘機に給油をしていく、まさに兵站活動を行っていく、彼らは後方支援と呼んでいますが、これは日本政府が勝手に作った造語、国際社会では一切通用するものではありません。そうした兵站活動を一体どういう地域で行うのか、非戦闘地域という歯止めを取り払い、現に戦闘行為が行われていなければどこでもこの兵站活動が行える、まさに相手から攻撃対象となるリスクが大幅に増大をする、そして攻められれば命を守らなければいけませんから当然反撃をする、まさにその場所が戦場になるわけです。皆さん、これは憲法9条の第1項そのものに大きく踏みにじるものではありませんか。さらにこの法案は米軍等の部隊の武器等防護、日本自衛隊の武器使用の権限をこういうものにも拡大する、そして集団的自衛権の行使により相手両国内における敵基地攻撃も憲法上は可能だというそんな答弁もあります。どこから見ても
憲法違反そのものではありませんか。実は私も衆議院の憲法審査会の一員でございます。今日の午前に開かれた、先ほど主催者の方からもお話ありましたが、憲法審査会の参考人質疑で、今私述べたことをまさに3人の憲法学者の皆さんに質問いたしました。先ほど言われていました通り、改憲論者だとはっきり述べている憲法学者の方含めて、皆さん今度の安保法案は違憲だとはっきり表明をされました。まさに推進勢力に対する集中砲火の場となり、審査会の多数を占める与党の委員は泡を食った表情です。苦虫を噛みつぶしたような表情でした。今どの世論調査を見ても、今国会での法案成立には反対という声が賛成の声の倍以上となっています。共同通信の調査では、法案について 81% の方が説明不足だと言っています。まさに日を追うごとに反対の声が広がっているではありませんか。憲法違反のこんな法案は廃案にするしかありません。もっともっと声を広げに広げて、国会の内外で大きくスクラムを組み、みんなで力を合わせて頑張りましょう。私たち日本共産党も、平和を願う全ての皆さんと力を合わせて全力で頑張り抜く決意を重ねて申し上げまして、私からのご挨拶とさせていただきます。共に頑張りましょう。ありがとうございます。共産党からは、清水正衆議院議員もお越しです。どうもありがとうございます。